こんにちは。こんにちは。サークル D チャンネルにもつい、とうとうですね、企業案件というのが来まして、こちら、UFIT リリーサーというのが、届きました。こちらを使って、我々、長谷川コーチにも、私も使ってですね、はい、マッサージガンなんですけれども、まあ、セレフ一人でできるマッサージということで、こちらの商品を紹介したいと思います。まあ、こんな感じで、持ち運びもできますね。カバンに入れても問題なし。そんな感じでございます。はい、では普通に開けていきます。はい、開けると、まあ、中にこう説明書が入ってますけども、こんな感じで、UFIT リリーサー本体が入ってます。はい、持ちます。こちら、これが本体。で、アタッチメントが、丸型、つけちゃう、はい。で、これをですね、そのまま押し込めば、もう完了です。つけるとこんな感じです。で電源がこちらにありますので、これをオンにして、そうすると電源がつきます。で後ろのタッチパネル、こちらで操作するんですけど、段階が4段階、1、2、3、4とあります。ちょっと動画だと分かりにくいんですけれども、強さが選べるので、ご自身の合った強さを選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあ1からやってみましょうか。はい、じゃあとりあえず長谷川コーチ、はい、ここで好きな数字を、はい、1で最初1から、ね、真ん中を押して、あ、真ん中押して、あ、行きました、あ、これで動きましたね。じゃあちょっと肩の方に、あ、1でも結構強いね。しっかり強く来てますね。1でも結構ずっしり、ずっしり重さが、気持ちいい。いい、今子供2人いるんですけど、今ね、こう折れてるんですよ、両脇に抱えながら、で肩が凝ってるんですよ、めっちゃ気持ちいいですね。まあ、肩はよく使いますからね、テニスでもよく使うし、まあ、日常生活でもよく使う部位ですね。でもこれをこうマッサージできてると、いいですね、疲労軽減できますね。いいですね。あとなんか気になる場所とか、今ちょっと私、左膝手術してて、よく張りやすいのがここなんですよ、外側のね。で、この筋をね、このマッサージガンでやると、めちゃくちゃいいですね。うちのこれ、ああ、いいですね。ちょっと2とかやってみてもいいですか ?2 でやってみましょう。はい、2。今ずっと1でしたね。そう、1でしたね。はい、2でいきます。はい、おー、早く。なんかもう見た目でもすごい波打ってるな。そうです、ブルーっとすごいすごい気持ちいい。これあの筋ってこう通ってると思うんですけど、はい、こういう風に動かすとどうですか効果は。ちょっとずつ痛気持ちいい、痛気持ちいいぐらいがいいっていう風に、ね、そうですよね、言われますよね。ずっとやってくれるね、これ。ずっとやれるね、はい、ずっとやれます。じゃあちょっと、じゃあ説明書に従ってやってみましょうか。はい、やりましょう。おすすめの使い方っていうのが書いてあるんですけど、肩と腕、はい、肩と腕は首の根元あたりから肩の始めまでを当てて動かしながらほぐす。なるほど。でちょっと骨に当たると多分ガチガチいっちゃうんで、筋肉にしっかり上げ当ててあげて、ゆっくり少し、まあ、押すって言ってもちょっと触ってるぐらいなんですけど、筋に沿って動かしていく。いいようです。そうですね、はい、取ってるところに当たるとグワーってなります。あ、でもこの時親指を外側に向けます。どうですか、あ、効くね、効きます。こっちの方が効くね、全然違う。やっぱさすが説明書はやっぱ読んだ方がいいですね。こういう使い方が肩と腕に効く使い方、うん、気持ちいいですね。はい、はい今度はこのちょっと平べったい面積のちょっと大きいやつを使いましょう。はい、これを使って今度胸ですね、胸のあたりで、胸といっても鎖骨があります。鎖骨のちょっと下に当てていくとちょっとくぼんでる部分があります、ね、このあたりじわじわまあこんな感じでこう振動器っていうのもね、分かると思いますけど、はい、すごく振動。いや、あとそうですね、ちょっとはい、こういうのに詳しい方、この説明書には書いてないんですけど、例えばこうやって回しながらやると意外といいみたいですよ。あ、本当だ。回して、筋肉張ってるけど、ここで緩むんで、
ちいい。緩んだ時にグッと入る、うん、あんまり多分強く当ててないと思うんですけど、まあ、当ててちょっと動かしながらやって緩んだ瞬間にグッて強く、うん、ある奥に入る、うん、ありますありますあります。そういうのとかね、効果があるかなと思います。いやすごいねこれ。胸と胸筋っていう風に言ってますけど、まあこの辺り全部ほぐれるかなと思います。全部いける。はい、じゃあ長谷川コーチ使った感想をちょっとじゃあ一言お願いします。すごくなんていうんですかね、自分でマッサージってなかなかねできないじゃないですか。ケアとかっていうのも、まあ、限界があると思うんですけど、これだと本当に自分がやりたいところをピンポイントにできるっていうのがすごくすね、いいなという。テニスなんかは本当に全身運動だし、よく使う場所で疲れるし、疲れてきたところをこう練習終わった後にガーッとしたりすると次の日にね疲労軽減になるかもしれない。そうですね、うん、まあ、その整骨院とかさマッサージとか通うって手もありますけども、そうですね、セルフでできるっていうのは、まあ、そうそうそう、すごく家でねできるっていうのがいいですね。他に行ったりしなくても、そうそうそう、まあ、なかなかそういう通うっていう時間とか移動の手間もありますし、す、まあ、もちろんお金もね継続してかかってきますから、うんうんうん、まあ、そういうところに通うのもいいんでしょうけど、うん、確かにこういうのもありかなというふうに思いますね、うん、まあ、僕個人的な感想としてはちょっと僕マッサージが結構嫌いで、人に押してもらうのが痛いのが嫌なんですよ。で、まあ、僕はこれは最適なんですよね、自分で押せるから、うん、だから自分で強さも変えて、うん、アタッチメントも変えられるし、持ち運びも楽だし、結構便利かなというふうに思うし、あとちょっと他の製品に比べてないんでわかんないんですけど、うん、結構静かなんですよ。あ、そうですね、音がね、音がしないですね、全然しなかった、確かに。まあ、電車の中で使うのちょっと問題あるんですけど、ね、まあ、なんか変な音がしないので、割とこれはいいかなと思います。うん、いや今まあちょっとやったじゃないですか、軽いんですよ、軽いですか、うん、軽くなった、なるほど、本当に全然違う、全然違う、うん、やっぱやったところすごい軽くなってるから、やってからやっぱねちょっと振動が来るからやっぱ軽くなる、うん、やっぱ全然違う、今右あんまやってなかったけど左ずっとやってたんですけど、すごい軽くなってるんで、こんなに結構速攻性があるというか効くんだなって思いました。すごくいい、これいい、うん、いいと思います、本当に、ね、いいと思います、おすすめ、ぜひおすすめしたいと思います、はい。これはそうですね、我々みたいにこう職業でコーチをやっている、体を動かす仕事をしているっていう方もそうだし、まあ、子育てで意外と筋肉も使いますよね。そうです、子供をそう寝かしつけた後に、やってみて、まあ、音も静かだから寝てても起きないですからね、本当絶対起きない、そういうのもありだと思いますし、うん、まあ、テニスでやられている方はそうですね、マッサージに通われててっていう方もいいと思いますけど、うん、マッサージに通う回数はちょっとこれで減るかなというふうに思うので、まあ、その分時間が自由に使えますよね、うん、まあ、こういった使い方もいいかなと思います。じゃあこのニューフィットリリーサー柏屋バージョンちょっとお届けします、どうぞどうぞ。はい、こんにちは、サークル D の柏屋です。僕2018年の11月ぐらいに肘の手術をしました。で、右肘のまあ、テニス肘じゃなくてピッチャー肘っていう形なんですけど、サーブ打つ時のここの筋の伸びが骨ごと筋が剥がれてしまうっていう状態になって、まあ、腱を移植してっていう手術をしました。で、それでもやっぱりその3年以上経った今でもやっぱりテニスをやりすぎると肘が痛くなってしまったりとか筋肉の疲労が出ちゃったりするのがあるんで、今はこういうものを使っています。ユーフィットリリーサーというものですね。こちらを使うことによって、本来整骨院整体院とか特別なマッサージを受けなきゃいけないようなマッサージが必要な時にもこういうものを使って僕は、肘のケアをするようにしています。こういった形のものですね。で、いろんなこうアタッチメントがありますね。筋肉の部位とか必要なマッサージだったりとか、強さとかどういう振動が欲しいかとかによってアタッチメントと振動の強さを変えて、やることができます。僕が最近おすすめは、この Y 字の形を使ってマッサージをするのが非常に効果があるなと思います。1回つけてみます。まあ、このような形で正面に振動していくようなマッサージガンなので非常にただ揺れるだけではなく筋肉の奥の方まで、柔らかくしてくれるような効果があります。で、僕肘の周りの筋肉ってどういう時に使うかってところなんですけども、この内側の筋肉の筋肉に沿って動かすような形
これは決して強くガーッと押すっていうよりは単純に撫でていくような形でやっていくと、それだけで十分効果が出てきます。でこれが終わると、まあ、反対側もこうやってみるとかで、中にはテニスで腕を使いすぎて肘が曲がらなくなるっていう人も、別に手術したとかしてないとか関わらず出てくると思うんですけども、そういう方は二の腕の方もケアしてあげるといいらしいです。まあ、このように下の方をこうまっすぐこう押してあげる形で、上の方もやってあげると、これを、大体5分から10分間ぐらいマッサージに使ってはいるんですけども、単純に、肘周りとか腕の筋肉だけではなくて、ちょっと柔軟するなんかタイミングがないなっていう時とかに、カバンからユーフィットリリサーを出してふくらはぎであったりハムストリングのあたりをケアしてあげるっていうだけでも、柔軟するのと同じぐらいの効果が出てくることもあるんで、非常に僕は常に持ち歩いていいかなっていうものだと思います。僕がこれが必要だなと思ったきっかけとしては、手術をしてからまあ、しばらくしてテニスに復帰することができるようになりましたっていう時にも、ちょっとテニスを追い込んでしまうだけで、肘が通常このぐらいまっすぐ伸びますよっていうのに対してこのぐらいしか曲がんなかったりとか、逆に今は問題なく肩が触れるんですけども、肩が触れないぐらい肘が曲がりませんってなってしまう時がありました。で、こういう時のために何をするのがいいかって自分なりに調べたり病院に行って聞いてみたところ、やっぱり長い時間休みを取らなきゃいけないとか、まあいろんなところにちょっとマッサージを受けたり、まあ、自分で調べたり休養させたりしなきゃいけなかったの で、そこで自分でできる一番最大限のことって何だろうかって考えた時に、こちらのユフィトリリサーの話を聞いて使わせていただいたところ、強くやりすぎない程度にやるって形で始めてみたんですけども、やはり通常よりも、まあ、あくまでも主観なんですけども、回復が早くなりました。今までこうずっと曲がり伸びきらないっていう肘がある程度こう数日で戻るようになってきました。今までだと 2,3 週間ぐらいかかってたっていうのもあったんですけども、これを使ってちゃんと筋肉のケアをすることによって、そもそもテニスをがっつりやった後でも曲がらなくならない、肘が、伸びきらないとか曲がりきらないっていうことがなくなるわけではなく、あくまでも昨日の状態、テニスをやる前と同じ状態のまま肘が維持できているので、テニスを終わった後、まあ逆にテニスをやる前にもこういうものを使って、ケアをするってことが僕にとっては今すごい大事になっています。あとはですね、私がちょっと定期的に指導している、高校生の中村健太選手というジュニア、将来プロになろうとしている、すごい彼も、彼目線での、使った感じ、使った感想というのも、ね、動画に、撮らせていただきましたので、そちらもぜひ、ご覧ください。どうぞ。中村健太です。高校2年の17歳です。今、以前まで ITF ジュニアを回っていて、今は国内の一般の大会をメインに活動しています。将来プロになって活動することが目標で、そのために今、高校生ですが学校は通信で、試合を主にメインで回って、平日の昼間もテニスの時間に当ててます。こういう、まあ、体のケアもそうですけど、そういう風なものに時間をたくさん使ってこれから試合で、しっかり勝っていくために、これからも頑張っていくつもりです。はい、じゃあ先生これ使ってみたいと思います。すごいですね。結構ね、肩周りとかよく使うから。そうですね、結構自分でできるのは楽ですよね、これ。ここはストレッチしにくいから。そうですね、ポールとかでも難しいところなんで、結構やりにくいところまでできるのはいいかもしれないです。一回腰怪我したこともあるから、こういうので
試合の前後にやるといいかもしれないです。まあ、背中とかはすごいいいです。普段は整骨院に行って、まあ、マッサージしてもらったりやってもらってるんですけど、それがやっぱ試合中とか期間中だとできない、やってもらえないので、そういう時に自分でこれで背中とかやるとすごい似たような感じで、それが自分ですぐできるのですごいいいです。それは確かに。あ、そうです、はい、そうだから遠く遠征の時に、例えば海外とかでもそれでもすごい便利じゃないかなと思います。まあ、一個はすごい便利なところ、まあ、大きく言うと便利で、やっぱすぐできるのと自分でできる、であと場所を取らないんで、別に立っててもできるし、ホテル狭くても部屋でもできるし、で会場でもできるっていう、すごいそれが選手にとってはそこで、うん、時間とか手間がかからないの楽かなと思います。まあ、自分がやっぱ怪我した経験があって、その時試合とかテニスができないっていうのがすごく辛かったので、まあ、そういう意味では、うん、常に同じ状態に保つことが難しいので、まあ、なるべくそれに近づけられるように、まあ、普段から試合の時もそれいう、まあ、体にストレスがかかってない時でも、やっぱ日頃のケアからしっかりやっていかないといけないので、まあ、そういうところは、多分試合回ってる選手はみんな気にしてやってるんじゃないかなと思います。で、まあ、さっきのその場所を取らないっていうのも似てるかもしれないですけど、やっぱりこれで例えばこの大きさとかその音もそうですけど、サイズとか音がやっぱり全然このコンパクトなので、そういう意味では、まあ、近くに人がいてもその会場でも全然そこを気にしないで、すぐ使えるところは本当に、便利で助かると思います。コンパクト、ラケ場にも入るし、すごい、まあ、これだけ持ってても別に違和感なく持っていけるし、で先の先端のところを取り替えられるのが全部ここに入ってるので、すごく、持ち運びも、便利かなと思います。そうですね、全然重くないですね。もう軽いので、これバッグに入れてても全然邪魔にならないし、ほとんどさほど荷物になるという感覚はないです。そうですね、まあ、これが次のトレーナーさんかなっていう風な感じですかね。普段やってもらってる先生とかトレーナーさんがいないときに、まあ、遠征先とか、持ち運べるトレーナーさんみたいな感じかなと思います。はい、じゃあこちらの UFIT リリーサーですけども、長谷川コーチ使ってみて、これを一言で言うと何でしょう？小型マッサージやろう。小型マッサージやろう。あのでも本当に、小型の接骨院っていう感じですかね。あ、なるほど。マッサージ屋さんっていう感じですね。そこに気軽に使えるし、はい、サイズもちょうどいいかな。ちょうどいいですよ。で、あの女性が持ってても全然重くない。重くない。使ってても全然重くない。それはいいですね。これ実はあの撮影する前にですね、我々サークル の練習会とかで生徒さんに使ってもらったんです。実はで、結構いいなと思った意見としては、持ってて重みがあるから意外といいっていうのと、あとはそのこの辺に操作ボタンがないので、なんか間違えて押しちゃうっていうのがないんですよ。だから意外とここの後ろのタッチパネルですし、ここは手は届かないからやってる最中に押しちゃうっていうのはないので、そういう部分もいいかなと思います。いいですよね、シンプルですね、かなりいいかなと、まあ、そういう意見もいただいてます。タッチパネル、ね、タッチパネル後ろに、ね、ありますので、はい。でこちらの UFIT リリーサーですけれども、下の説明欄の方にリンクを貼ってあります、はい、でそちらからご購入いただけますと、まあ、クーポンコードがついている形になるので少しお安くなるかなと思います。ぜひ、普通に買うんではなくて、私たちのチャンネルの、説明欄から入っていただいて、購入していただけると嬉しいです。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。